紅林、背番号継承。オリックス、紅林幸太郎内野手がライキ、背番号、24から、3に変更する方向で調整されていることが7日、分かった。今季限りで引退した足立の後継者としても、ふさわしい番号だ。リーグ優勝を果たした21年、セカンドに回った足立に代わる正ショートとして、紅林はレギュラーとなった。引退した足立からは、ショートを守るので、引っ張っていかないと。リーダーシップを発揮してほしいと、主力選手として、より強い自覚を持つことを求められた。紅林も、足立さんの言葉は大きい。プレーで引っ張るのはもちろんですけど、それ以外の部分でもショートとして、どういう形で引っ張るかと、自身の立場を理解し、一層の気合が入っていた。現在は、国際大会、プレミア12の侍、ジャパンメンバーとして活動中。まずは、13日の初戦公衆戦で、勝利に貢献する。背番号変えるのって、素材と一緒で軽いし安いもんだな。2と4の間の3。長期の楽天の24番はなんだかな。球団はどこまでも売り上げのことしか考えてないよな。24のままでいいやん。ベニ、断ってよ。杉本も変えてやってくれ。それより、西川の7番が許されない。全力で走れ。西川の1軍確約がチームの不協和音になった。2軍スタートで良い。足立を圧倒的に超えることを期待。壁は高いぞ。背番号3は右打ちの内野手が1番よく似合う。ベニーが3番に変わるとのこと。これはめでたい。紅林と聞くと、反射的に特捜最前線が思い浮かぶぜ。24に合ってたけどな、ファンは買い替え忙しいですね。紅林まだ22歳なのね。良い選手だよな。今シーズン、ホームラン2本は寂しい。やはりそうきたか、ベニは足立の後継者としてブレイクしたし。監督変わっても、紅林は使ってもらえそうですね。宗、杉本、頓宮、来シーズン次第だね。読売門脇に背番号5が早すぎたが、ルーキー時から活躍している紅林に背番号3は妥当に思う。ミスターバッファローズとしての期待の大きさを感じる背番号ですね。